はーい、どうも、ナナトだよ。今日はね、前々から近いうちに重大発表するするって言ってたじゃないですか。それです、重大発表です。ついにします。なんと、ナナトゲームズウームに専属で所属することになりました。イエーイ。皆さんからしたらイエーイかどうかわかんないんですけど、まだね、ウームに所属してから実績がないので、公式ではまだ発表できないみたいなんですけど、ウームさん曰く、ナナトゲームズさん、この調子だと10月頃には発表できますよって言われたので、まあ、とりあえずね、この調子を維持して、いや、これ以上の調子を維持して、10月にね、発表されるように頑張りたいと思います。でね、ウームって聞いて驚く人もいれば、ウームすごいっていう人もいるし、ウーム何うんこ事務所やんってね思う人もいると思います。まあそれはね、あれ人それぞれの意見なんでいいと思います。でね、なんでねナナトがねウームに入ったかっていうとね、まあナナトはね最初は本当に事務所のことなんて全く考えてなかった。うん、全くで全く考えてなかったんだけど、チャンネル登録者が何人かな、8000人ぐらいの時にウームさんからねお誘いが来たんですよ。あれ最初はねウームネットワークの誘いかなって思ったんですけど、まあなんと本当にウームネットワークとかにも何も入ってなかったんで、まあ、ウームネットワークはね別に全然入る気なかったんですけど、まあ、ちょっと話を聞いてみたら、まさかのねウームネットワークじゃなくてその1個上の本当にはじめさんとか、ヒカキンさんとかと同じ、ウームの専属所属しませんかみたいな誘いだったんですよね。ちょっとなんだとびっくりしちゃって、こんなチャンネル登録者1万人もいってない俺がいいんですかみたいな感じだったんですけど、まあ、さらにねそっからもう1回ぐらいやり取りして、ウームさんのね、ウームに入ったらどんなサポートがあるのかとか、あと収益 20% 取られるけど、まあ、こういうサポートがありますよみたいないろんな話を聞いて、ウーム、ね、所属することになるとは決めました。でね、この前東京行ってきたって言ったじゃないですか。まあ今初めて聞く人もいると思うんですけど、なんとね、あれはね、六本木ヒルズのウームのオフィスに行ってきたんですよ。まあ挨拶しに行ったりとか、もうそこでいろんなウームのことを聞いたりとかしたんですけど、もうあれね、よく動画でね、ウームのオフィスの動画あるじゃないですか。ウームの YouTuber さんがウームのオフィスで動画撮ったりして、あのまんま、本当に黄緑の椅子がいっぱいあって、で、そこでね、ウームのスタッフさんたちが働いてるの。で、しかもね、なんと、フィッシャーズさんがいたんですよ。もう感動だよ、感動。あの、超有名 YouTuber のフィッシャーズさん。すごかった。多分全員いたのかな？多分全員いたと思う。そんでね、まあ、とにかく、うんだほさんがでかかったって印象が強かった。うんだほさんがめっちゃでかかった。本当にそれ。しかもずっと笑ってたしね、みんな。めっちゃ楽しそうだったな。まあ、俺は田舎もんでね、ビクビクしながらね、遠くから見守ることしかできなかったんだよね。まあ、とりあえずね、まあ、あとね、ウームに入ったらね、面白くなくなる、動画がつまらなくなるっていう人もいるんですけど、まあ、それはね、ナナトは絶対にないんで、もう、むしろこれまで以上に面白く動画制作していきたいと思うんでね、そこだけは安心してください。とりあえずね、今の目標は、銀の盾、チャンネル登録者10万人を目指して頑張りたいと思うんで、これからもどうぞ、ナナトゲームズをよろしくお願いします。ということでね、今日は重大発表これまでにしたいと思います。それでは最後まで見てくれてありがとう。